兵庫県は痰の吸引などの医療ケアが日常的に必要な子どもとその家族の相談に総合的に対応する支援センターを加西市に開設しました支援センターが開設されたのは加西市和海町にある医療福祉センターキズナです医療的ケア児とは人工呼吸器や胃老などを使用し痰の吸引や 軽缶栄養などの日常的な医療ケアが必要な子どもたちのことで全国でおよそ2万人、兵庫県にはおよそ800人いると推計されています支援センターでは医療的ケア時や家族からの夜間のケアが辛い緊急時の預け先がないなどさまざまな相談をワンストップで受け付け市や町の関係機関との連絡調整を行います これからは生の親御さんの声をどんどん引き上げて吸い上げていって、それに寄り添うような解決策を、をつまりオーダーメイドの解決策を作っていく時期に来たと思っております。どんどんご利用よろしくお願い申し上げます。支援センターへの相談は直接の来所か電話番号零七九零四四二八八六のほか。 ファックスやメールでも受け付けます。